今お台場フードカーニバル2023年に来てるんですけど、開始が11時なんですけど、30分ぐらい入場できません。なぜか多分押してると思われます。で設営の人がたくさんさっきまでいたので、ギリギリまで工事してるので、もう30分以上入場予定から入れないって感じですね。で一番ちょっとやばいと思うのが、ツイッターなどで、その運営が告知してないってことですね。全然なので、みんな30分くらい立たされてます。ちょっとここら辺は肉フェスとかもあるの でアニクラのイベントとかもあるので、初めて来てみたんですけど、まあこういうことは結構ありそうですね。お台場から遠い人は結構注意した方がいいと思います。まあみんな30分以上並んでますね、多分先頭の人は。